やり方を教えたいと思います。まず準備するものは、道具は2つ、スリッカーブラシとコームを用意してください。持ち方なんですけれども、ギュッと持ちすぎないで軽く4本指を添える感じでブラッシングをしてほしいなと思います。反対側を使うときはスリッカーの部分を逆にしてオーベの側、無理にガリガリガリと皮膚の表面をなぞるようにする使い方をしてしまうと皮膚が傷つけてしまいます。なのでしっかり毛をかき分けてあげて、皮膚を確認した状態で根元から毛先にこう当てるような感じで、こう描くような感じでブラッシングしてあげると刺激にもなりますし、皮膚も痛くなくブラッシングができるかと思います。で、ブラッシングは新陳代謝や血行促進になるので毎日やってほしいなと思います。で、その次にコームといって、スリッカーを使った後にコームを使ってほしいんですけれども、持ち方はギュッと真ん中の方を持たないで柄の端の部分を持って手首を動かしてあげるような感じで使ってほしいと思います。少しコームを皮膚に対して斜めにして根元から確認してこう沿うような感じで使ってください。毛が引っかかってしまった場合は、無理に引っかかった時にグッグッとやって引っ張るとワンちゃんも痛い思いをしてしまうので、引っかかった場合はスリッカーに持ち替えてもう一度ブラッシングしてあげる。で、その後にもう一度コームで毛を溶かしてあげるという作業をしてあげると、とても綺麗なブラッシングができるかなと思います。それでは実際にやってみましょう。ではまず皮膚の状態を確認した上で、根元から毛先に円を描くような感じでガリガリガリっとやらないで、根元から毛先にブラッシングするような感じで叩くような感じ、イメージとしてはブラッシングしていくといいかもしれないです。力の入れ具合としては根元から毛先にやってるので、当たってるのはこの部分だけ、皮膚に当たってるのはポンポンポンと自分に当ててみると分かりやすいと思うんですけど、根元に当ててあげるだけなのでそんなに痛くないと思います。根元から毛に向かってブラッシングする感じ、箇所終わったらちょっとずつ横にずれていったりとかして全体的にブラッシングができるように、一箇所の場所をブラッシングできたら次次次次とこうちょっとずつずれてブラッシングして全体をブラッシングしていくといいと思います。ここから下から始めたら下から上にちょっとずつ、元からブラッシングができているかもつれていないかっていうのをブラシと同じように毛をかき分けてあげて根元から確認していきます。コームの入れ方は平垂直とかではなく斜めにこう刺すような感じで入れていくとコームが入りやすいと思います。時に例えばかかる場所があったら、そこはまだもつれていたりとか毛玉があったりする際になりますので、もし引っかかった場合はもう一度スリッカーを持ち替えてスリッカーでブラッシングしてあげることをおすすめします。ゆうちゃんめちゃめちゃいい。もし怖かったら後ろ側からこうやってあげたりとか、するといいかもしれない。もっとお顔周りとか首周りやるときはこの顎下の毛を持ってあげると見やすくてやりやすいと思います。
時は顎を下を持ってあげて、コームでちょっとずつ目やりとかをここほどいてあげるといいかなと思います。この時にこっち側にすると目に刺さって怖い人はお鼻の方にこう向かって、で特にお顔周りはこの細部細かい方を使ってあげるといいかなと。